たくさん。ごめんなさい。ダーラムさん、流れ星たくさんありがとうございます。ありがとう。ハクロさんもハートありがとう。リアコさんもたくさんありがとうございます。タムラさんもハートありがとうございます。今日の服はこんな感じ。黒のこういうニットの、ここにが可愛いんだよ。ほら、これはね、ブランドのロゴなんですよ。ただの黒のニットにデニムの。田村さん、流れ星ありがとう。白朗さんもミルクありがとうございます。田村さん、ハートもありがとう。あ、ナーラムさん、食パンたくさんありがとうございます。うん、たくさん来てるよ、たくさん。ナーラムさん、たくさんありがとう。アラチュンさんも、おにぎりありがとうございます。猫とパンのとピノコさんも、流れ星ありがとう。白メガネもお茶ありがとう。ヨススーさん、おにぎりありがとうございます。シンさんも、食パンありがとう。ナーラムさん、いっぱいありがとう、食パン。ジャンキーさん、ミルクとお茶ありがとうございます。先ほどのアイドル目指すのこの話見に行ってきたって。待って、私も見てみよう。それはさ、一体どこに出てくるのか。一体どこに出てくるんだ。わぁ、いっぱい来てるよ、クマパンは。ドブリューマルさん、ピカピカ、たくさんありがとうございます。え、すごい、すごくない。え、カナダさん、ハートありがとうございます。クマパンの量すごくない。クマパンタワー違う。ドーフィンさん、流れ星ありがとうございます。これは違うの。クマパンタワーではないの。マーボーさん、ピカピカありがとうございます。タワーだよね、やっぱり。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと、ん、ちょっと待って。テンチさん、ハートありがとうございます。え、どうなってるんだ。ちょっと一回ね、整理させてね。ちょっと待ってね。サンドイッチハンタワー。え、ちょっと一回待ってね、整理しようか。まず、ナーナムさん、クマパンタワーありがとうございます。クマパンタワ
え、今ショールームさ、スマホで開いたら自分が出てきた。ナナムさん、クマパンタマありがとうございます。ありがとう。これナナムさん、クマパンタマありがとうございます。さっきの配信も今回もナナムさんありがとう。本当に本当に何されてるんですかね、言ったら。ちょっと待ってね。タックさん、ハートありがとうございます。虹色の空さんもミルクありがとう。ちょっと待ってね。クサンさん、ハートありがとうございます。ジャックさん、お茶もありがとう。トリスさん、おにぎりありがとう。全部でタワー6本分なんだけど。え、クランチさん、お茶ありがとうございます。え、ちょ待って、なんで6本分になるの、それ教えてほしい。あ、どういうこと、さっきのと合わせてってこと。うん、口が開いてる。え、どういうこと。いつ、待って、だね、だって整理さ。5000が10000、12345、じゅんくんさん、お弁当ありがとうございます。え、さっきの、ん？さっきのパンで1本分サンドイッチ、あ、合わせて6ってこと？ちょっと待って、どういうこと？今の、ん？ちょっと待って、総額やばいよ、さっきのと合わせたら。え、どういうこと？この今この2枠目で2枠目で6本、え、今のこの数分で6本。ってこと？今のこの数秒、なんなら数秒で、この2枠目だけで6本ってこと？待って、え、どういうこと、嘘だよね、嘘って言ってるね。タックさん、あんたありがとうございます。え、ナーラブさん、ちょっと待って、一人でさ41万ポイントいってる。え、ちょっと待って、理解が追いつかない、死にそう。やばい、理解が追いつかない。ズッコさん、ハートありがとうございます。ナーラブさん、ナーラブさん見てますか、ナーラブさん。一条寺ひかるさん、ハートありがとうございます。ナーラブさん見てる。鳥さん、ハートありがとうございます。ナルブさん見てる。え、見てます、ハート、じゃないのよ、ちょっと待って、え。ちょっと、嘘でしょ、ちょっと待ってね。とりあえずさっきのお、あ、なんだっけ、サンドイッチのお弁当、ナーラブさん、サンドイッチのお弁当、5だから、80個って言ってたの誰か、あれ
ここ タワー5個分ですよね。タワー5個分ありがとうございます。ナーラブさん本当にめっちゃ嬉しいんですけど、めっちゃ嬉しいんですけど、本当にありがとうございます。本当に何されてるんですかね一体。ナーラブさんありがとうございます。嬉しい。本当にびっくりなんだけど、これ現実だよね。なんかしてとかの要望もせえへんのもすげえ。だって本当そういう、ナーラブさん何かリクエストっていうかやってほしいこととかあったら全然やるんで言ってください、何でも。ナーラブさん本当にありがとうございます。一人で41万ポイント高級ユーザー第1位。ナーラブさんのおかげだ。嬉しい。現実だって。ナーラブさんのリクエストコーナーしてよ。だってリクエストコーナーいいよ。ナーラブさん本当にありがとうございます。嬉しい。ありがとう。ナブだからさっきのタワー6本分ってことだよね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。何されてるんかだけ聞きたいよね。ありがとうございます本当に。ラブラブありがとう。いや嬉しいですね。みんなもありがとうございます。いっぱい応援してくださって、本当にありがとうございます。もうこれで今65万ポイントなんですが、2位の方は18万ポイントなので、46万ポイント差って書いてあった。46万ポイント差ありますね、2位の方と。これはやばい。極秘情報。わー嬉しい。本当にありがとうございます。嬉しいです。とってもありがとう。もう価値格ではだって、あ本当だ、2位も3位も接戦ですね。ありがとうございます。本当にひなこのお父さん説はないだって死んだ。ナーラブさんお父さんもしかして。ありがとうございます。エイトのさ、チームエイトの推しの方ですか。だってアバターがハチノスのやつ。少々さんおにぎりありがとうございます。ありがとうございます。 BBB さん流れ星ありがとう。いやこれはもう47万ポイント差。白メガネミルクありがとう。ありがとうございます。本当にショウショウさんおにぎりありがとう。嬉しいですね本当に。ナーラブさんのお礼コーナーね、本当よね、お礼コーナーナーラブさんお礼コーナー、これは嬉しい。これ1位になって恩返しというか、これは嬉しい。もう12日も連続配信してたの私。ありがとうございます。
これ今8時半29分だから、もうすぐ2週間早い。100日夜勤行きそうだね。何時まで、そう何時までに、お今これ何分から始めたっけ。でもね今日はね、え何分から始めたっけこれ。時間オーバーしないように気をつけてやってね。ほんとだよ、前回の毎日配信8ヶ月弱くらい、まあ、結構やってたんだ私。でも8時14だって。そうだな、冬の音、その時代から出会ってたかと思う。あんなガキだよ、めちゃくちゃガキンチョ。夜ご飯何食べたらいいと思うって、難しい。ラーメン、ガキンチョいるのか絶対可愛い。いやーうるさいよ、うん、そうだなちゃん。これ2枠目は45分になったらランキング読んでいいですか。ちょっと今回45分だったランキング読むよ。オッケーかな。3枠目もある場合はちゃんと教えますけども、はい、もちろん。やばい、パッツン可愛かった。パッツンね、気が細いね。あゆちゃんミルクありがとうございます。レノンさんも本当ありがとう。そう、一応パッツン時代あったよ。パッツン時代の写真なんかあるかな。感じ、どの写真が分かりやすいかな。パッツン時代あったけどね、私クセっ毛だからパッツンがめっちゃね大変なの本当に。だからそれが嫌だったね、パッツンの時は。結構前だよね、でもパッツンの時なんて。準備はうん、なんか押さないの。タイムスリップチャンネル、こういうね前髪の時もあったよ。
なんか幼くない？タニアンさんおにぎりありがとうございます。昔の自分の時代残してるのだって、うん、残してるよ、残してる。あーもうここら辺からなんかだんだん前髪がなくなっちゃっていってるわ。ダメだ、前髪がどんどんなくなっていってる途中から。めっちゃ幼く見えるでしょ。こんな感じ。なんかね、パッツンもね、まあいいんだけど、夏が大変なんだよね。夏。本当に大変なの。ライブ終わってこれから一人で酒飲みながら夜桜。見物する夜桜見する、見物する、合ってる。ビーフォーアチキンさん、ハートありがとうございます。前髪長い方が楽ですね。今日はどんなパン履いてるの。ちょ、読んじゃったよね。だるまありがとうございます。夜桜見物だって。夜桜見物さん、見物さんじゃない、見物するんだね。準備は OK。 ビーフォーチキンさん、だるまありがとうございます。BBB さん、おにぎりありがとうございます。いいな、かわいいだって。おひまさんもハートたくさんありがとう。ビーフォーチキンさんも、流れ星ありがとうございます。ジャーキーさんもハートありがとう。今日は最近、そう、シチューにハマってるって言ってる。シチューにハマっててね、シチューを食べた。ピンクカメラさん、食パンありがとう。わーい、ピアスないのよって。ないです。先食パンありがとうございます。1ビーフォーチキンさん、ピカピカありがとう。塞がるね、塞がっちゃうから定期的につけないといけない。いや、私さ、ここに当てたいって言ったっけ。みんなここにね、当てたいのピアス。急に来るから気をつけ。ほんとそう、急に来る。田村さん、ハートありがとうございます。ドロドロタイプかトロトロタイプ、どっちですか。
あシチューね。そろそろかも。田村さん、ありがとうございます。ね、最初はイヤリングだったの私、そう、よく覚えてる。もうピアスは開けませんみたいな感じだったもん。ピアスは開けませんって言ってたよね。そしたら見て、開いてるの。怖くないって。怖くない。ピアスはもう絶対に開けませんって言ってたの。本当に開けない、やだ、開けない、絶対開けないって言って、これ怖すぎん、えって言ってることと違うじゃんって。タックさん、ハートありがとう。うん、病院で開けた。人に開けてもそういう人もいると思うんだけど、私は病院で開きました、両耳。その方が安心でいいなって思って、そうそうしたの。怖いちゃん。タニアンさん、ハートありがとうございます。へそピアしないの。だってしない、それは絶対しない。でもね、ピアスも絶対開けないって言ってたんだよ。でもへそピア本当に開けない。あちらとしたら、まあ多分ここかな。でもね、まだ悩んでここ。ビンビンビンさん、おにぎりありがとうございます。ピアス開けてからしばらくその間に触れなかったのって。え、そうだっけ、やばすぎ。いや、へそピーとか下ピーとかこことかにはやってる人いると思うけど、絶対それはもう命かける、やんない、命かける。ただここは開けるかも。開けるとしても耳のどこか。タラチンさん、食パンありがとうございますっていう感じです。本当だから信じてほしい。あのね、僕のポケットナイフ。あとね、2分したらランキングやりますよ、みんな。分かってる？理解してる？召し上がりおにぎりした？なるほどさ、今今夜はあと何回配信するのって。わあ、もうこれで今回で終わりだと思います。今からランキング読んで終わります。したって。なるほどさん、なんか出てこないんだよね。なるほどさん、特別おにぎりありがとうございます。
おにぎりかわかんない、パンだったか、おにぎりだ。だるまありがとうございます。ラスト攻撃死んだ。ダオフィンさんハートありがとうございます。クレアさんも流れ星たくさんありがとう。田村さんハートありがとう。ということでランキング読むよ。13位あゆちゃんありがとうございます。お来たよ。田村さんミルクありがとうございます。ナーラブさん、なんだっけ、特別なパンありがとうございます。ありがとういっぱい。ジャギーさんハートありがとう。エッコさんもハートありがとうございます。そのちさんもハートありがとう。もう一回。13位おひまさんありがとうございます。12位ジャンキーさんありがとうございます。11位シンさんありがとうございます。10位ハラチュンさんありがとうございます。9位マーボーさんありがとうございます。8位グランチさんありがとうございます。7位田村さんありがとうございます。5位 BBB さんありがとうございます。4位にゃんこさんありがとうございます。3位 WY さんありがとうございます。2位じゅんくんさんありがとうございます。そして1位はナーラムさんでした。ナーラムさんありがとうございます。今回も2枠目もタワーいっぱいありがとうございました。今回の1枠目と2枠目だけでもいっぱいありがとうございます。本当に超嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。そのうちさんもハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。皆さん今日もタラチンさんおにぎりありがとうございます。今日も皆さんのおかげで1位で66万ポイントを獲得することができました。ありがとうございます。まだね2日目なんですけど、今日の数に明日からも頑張ります。明日の配信時刻もまた告知するので見てください。ありがとうございました。みんなラブだよ。ありがとうみんな。またね。おやすみかな。おやすみ。